はい、皆さんこんにちは。はい、今ですね写真集の撮影をしております。はい、今日はですねじゃん、はい、曇り空でございます。はい、僕はですね雨男なんですけれども、昨日は晴れ、そして今日は曇りということでですね、今日ちょっとまあ本調子は出てないんですけれども、まあ、撮影は順調にいっております。今ですねおしゃれなカフェでレモネードをいただいてたんですけれども、まあ、この尾道はレモンが有名ということで、いや本当に美味しい、いや本当に旅の醍醐味といいますか、まあ、美味しいもの、ね、あとは観光いろいろありますけれども、いや本当に美味しいものがいっぱいあって、そんなねいつも僕が旅行先でどういう顔をして食べてるのかなとか、そういうことも今回写真集に多分載ってると思いますので、それも楽しんでください。まあ、今回の写真集の見どころといいますか、まあ、僕が個人的に見てほしいなと思うところですけれども、まあ、やっぱ今までのまあ、いろんなサンプラスだったり他の物販での写真とは違う素顔がありまして、まあ、今回は夜の撮影とか初めてして、夜の港で写真を撮ったんですけども、それもなんかこう、まあ、まあキメキメな感じだけではなくて、いろいろこうふとした瞬間の表情だったりとか、なんかいつもよりこう崩れた格好だったりとか、なんかそういういろんな顔があって、それもきっと楽しんでもらえるんじゃないかなと思っております。あと夜の街ですね、照明をこう浴びながら本当にあるものを使ってすごくちょっとこうなんだろう、芸術色じゃないですけどアーティスティックな写真とかもいろいろ撮っていただいたので、僕も上がりが楽しみですし、ぜひそれも楽しんでいただけたらと思います。ではお楽しみに。